じゃあ西山屋大将とひろゆきさんのディベート、2回戦目、ですけど、2回戦目のお題は、大将普段から、この白 T シャツにタオルで白のズボンでこれ1年中いるんですけど、このスタイルでこのまま居続けていいのか、それともこのスタイルは良くないのかっていう議論をしていただきたいと思います。で、制限時間は、先ほどと同じ10分で、じゃあ先行後攻の方は、じゃあまた大将の方からでお願いします。じゃあ10分間のディベート、はい、スタート。知ってます？この僕を見ると無性にラーメン食べたくなるんですみんな。へえ。いろんな僕たまに100円ショップとか行って会うと、なぜか次の日100円ショップで会った人がラーメン食べに行くんですよね。へえ。お風呂屋さん行っても、あれ西山さんとか言ってこの格好を見たら無性になんかラーメン食べたくなるみたいなんですよね。へえ。ということはこの格好ってなんかすごいなんか意味あると思いません？嘘つくのやめてもらっていいですか？いや、嘘ついてない。そのさっきの話だと、はい、じゃあ100円ショップで会った人が、はい、無性にラーメンを食べたくなったみたいで、はい、翌日食べに来たって言いましたよね、はい、無性に食べたくなったのに、はい、翌日食べに来たんですよ。はい、翌日僕が無性に食べたくなったらもうその場でダイソーでラーメン買って、はい、食べると思うんですけど、はい、翌日だったんですよね。そう、翌日でしたね。関係ないんじゃないですか？多分奥さんがたまたまじゃないですか？多分ご飯用意してあったんじゃないですか？で、無償に食べたくなったらそういうの関係なくて、いや、俺ラーメン食べに行くっていうのが無償に食べたいってこと。いや、でもあれ、夜遅い時間だったんで、多分次の日行こうと思ってたんですかね。多分次の日行こうと思ってたんですよ、はい。あ、そのぐらいの、食欲を抑えられるぐらいのラーメンの食べたさぐらいだったら気出せるよってことなんですね。まあ、食べに行かないといけないなってなっちゃうんですよね、多分。食べに行かないといけないなとはなるものの、はい、すぐは別に食べなくてもいいね、じゃあちょっと翌朝起きて、じゃあ体調良かったら行こうかなぐらいの、まあ、そういう感じになるんですね。まあそれはその人の気持ちなんでよくわかんないですが、でもよくそういうことよくあるんですよ。この格好でいろんなとこ行くとやっぱ目立つじゃないですか、はい、まず目立つこと、目立てば、あ、西山さんだってすぐ分かるでしょうね。ああ、町のなんか変わり者だって言って、はい、まあ町の人気者ですよね。まあ変わり者って言ってあれ、西山さんだ、あ、ラーメン食べたいなって毎回会うたんびに言われるんですよね。いろんなとこでちょっと話してると、あ、西山さん、あ、ラーメンだ、なんかラーメン食べたくなったみたいな、でも西山さんとこ行こうみたいな。でもそんなすぐは食べたくならないんですよ。あ、ラーメン食べたくなった、まあでも翌日でいいやぐらいなんですか？まあ多分その、まあ、その仕事してる人かもわかんないし、まあ今仕事中だから、うん、はい、じゃあ明日食べに行こうとか、時間あったらもう行かないといけないなみたいな感じなんですよね。その格好は、はい、そのお店を始めてずっとその格好なんですね。最初からずっとこの格好ですね。ずっとなんですね。じゃあその格好でない場合はどのぐらい売り上げが上がるかっていうことは分からないんですか？あ、分かんないですね。やってないですよね。やってないですね。やってないものに対してなんでこの格好が一番いいと思うんですか？いや、やっぱあとこの格好を、いや、あとこの格好じゃなくて、なんでそう思うのかちょっと聞かせて。違う格好をすると悲しむ人がいるんですよ。僕が、僕以外、僕のこの格好を、はい、違う格好を見ると多分嫌がる人がいるんですよね。嫌がる。旅行とかもたまに行ったりするんですよね、はい、北海道とか香川県とか毎回この格好で帰るんですよね。そうすると地元の友達も、まあ、またこの格好だみたいな。いや、それ完全にいじられてますよねいや、やっぱあいつまた北海道のあの今雪祭りやってるのにこの格好できたぜそうそうそう、お前が白で雪像みたいじゃんみたいな感じになって、まあネタにもなるし面白いじゃないですか。僕は人を幸せにしてあげてるんですよね。ネタにされるのはいいってことなんですね。まあそうそうですね。ネタにされるためにその格好してるんですね。まあ人を幸せに、ラーメンに食べさせたいとか関係ないんですね。まあ多少ありますね。多少あるんですね。まあそれもある要素になって、はいはい、あと人を楽しませる要素もなってるんですよ。これがメンターティナー。ああ、はい、じゃあその格好をしてるからみんな来てくれてるって思ってるってらし思ってらっしゃるってことは、まあ、その格好みんなじゃないですよ。まあ見れば食べたくなっちゃう。あ、はい、じゃあその格好を見て、はい、店に来なくなる人もいますよ。
なそれは例えば木更津駅で今日僕その木更津駅に着いた時に、はい、なんかその若い女の子たちと一緒にこうなんかこう、はい、階段同じぐらいになったり来てたら、はい、で階段の下にいらっしゃったじゃないですか、はい、いらっしゃる、はい、したらその若い子たちがえ何あれキモいって言ってたんですけどでそういう人たちは絶対お店に来ないわけじゃないですかいやそんなことないですよ。だからその若い人たちにはあまり受けが良くないっていうふうに考えると今後お客さんはその若い人たちがその年取っていってその人たちがメインターゲットとかになってくると思うんですけどそういう人たちがだんだん細先細りしてきますもん。いやそんなことない。若い人まず若い人に人気ありますので。僕の魔法の言葉ってなんですよ、はい、アリス。アリスってどういう意味か知ってます？いやえアリスありがとうございますっていう意味なんですよね。あそれをみんな真似するんですよね。いや僕の真似、アリスって言うとアリスってみんな答えるし、僕木更津についてもう結構今、はい30分とか1時間ぐらいいますけど、はい、誰も言ってないですよ。いやまず僕は言わないとあ、はい、言えばアリス、まず僕を見かけるとあアリスだアリスだっていう。いや僕がさっき聞いたのはあなんでキモっていうことしか聞いてなかったんですけど多分アリスって多分言ってたと思うんです。いやアリスとは言ってなかったんですけど。そうそうそう。えアリスって言うことある？ないないでしょ。ね、だからそこの、あの、このクッキーさんのクッキーさんはアリスって知ってますよね。アリスアリスとさすがにいい感じですね。なんか今なんか仲間強制してる。あと、あの、お子さんの今撮影してるお子さんの初めての言葉、うん、アリス。え、アリスって名前ですか？アリス、初めての。え、違うって首振ってあの、初めて言葉にしたのがアリスだったんですよね。多分それ嘘だと思うんですけど子供って、あの親が言ってることとかをこう真似するんですね、はい、あ僕の編集してて西山さんが、はいはい、あのお子さんができてずっとアリスアリスって言ってたらアリスっていう可能性はあるんですけれども、はい、あの嘘ですよ、ね、いやどうなんですか。嘘ですよね。ほら思いっきり首かしげてるいやそんなことないです。あのさっきの話なんですけど、はい、じゃあお店やりだしてずっとその格好なんですよね。ずっとこの格好ですね。じゃあ、はい、お店に立つときはその格好をやって、はい、普段はなんかもうちょっとかっこいい格好とかしたら、はい、売り上げが10倍になるって聞いたらどうします？はい、あじゃあでもいや今なんかあじゃあそれにするみたいな感じでしたよ、はい、いやそういうわけじゃないですね。やっぱ僕ポリシー持ってるんで、あこれがあとまずこの格好っていうのは本当利益ラーメンの本当の制服なんですよね。白い T シャツ、白いズボン、はい、白い鉢巻き。あの家系ってその吉村屋、ね、あ、そうですね。それがもう本当の清掃なんですよね。で、じゃあ清掃を普段も着てるという清掃を侮辱した行為をしてるってことでいいですか？いや、そのことです。北海道行ってもその格好で行ったらいじられるよねっていうのでじゃあこの制服面白いじゃんって言って行ってるってことですよ。いや、あの勉強しに行ってるんです僕全部北海道も。いや、じゃあ他の格好でいいじゃないですか。いや、この格好の方がやっぱラーメンのことはすごいなんか体で吸収できるんですよね。なんか普通のスーツなんか着てるとなんかもうサラリーマンみたいな感じになっちゃうんで、はい、あじゃあプロ野球選手とか見ても、はい、なんで普段からユニフォームで動かないんだと思ってるんですか？そうですよね。あまあ疲れちゃうんですね多分プロ野球選手は。あれ集中力やっぱユニフォーム着てるから集中力あるんですよ、はいはい、僕もこれずっと着てるからずっと集中力あるんですよね。それ疲れないですか？疲れないんですよ。あこのタイミングで電話かかってくるのやめてもらってすみません吉田君ですね。ちょ出るのやめてもらっていいですか？もし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 じゃなくてそういうことじゃなくて後で連絡します。そう後で、ね、後で連絡するんだったら出なくていいじゃないですかって感じですよね。いやって感じじゃないんですよなのでじゃあその他の格好して売り上げが10倍になるとしても、はい、その格好でいるということは、はい、ラーメンは関係ないってことですか？いや関係あるんですよ。だってラーメンの売り上げとか全然そんな関係ないのに関係なくその格好でいるってさっきおっしゃいましたよね。いや関係ありますね。あと寒い日、外の寒い日なんてこのずっとこの格好でいいんですよ僕、はい、外で夜中の3時、はい、2時雨の中も、はい、こう寒がってるとお客さんに寄ってくるんですよね。あ西山さん寒くないですかってかわいそうですねじゃあラーメン食べていきますみたいなっていう人も結構いるんですよね。そういうこうお涙ちょうだいみたいなこともやってるそれもできるといろんなことがあるんですよ。はい、ということもやっぱ着てることによって全部プラスになると思うんですよね。あ自分を下に見せてるってことですよね。それみんながかわいそがって食べに来るってことは勝手に見てる感じですよね。
でその制服着てることが、はい、そのみんながその下に見てくる要因であるっていうことなので、じゃあ家系のその制服着てると、はい、みんな下に見てくる。いや、あの、ね、あれ座ってじゃあ食べに行こうっていうふうになるんです、ね、いや、そういう下で一生懸命さを多分見てくれるんですよ。いやでもさっきあの、いや寒そうねみたいな感じ、寒そうなのによく一生懸命頑張ってるねみたいな。あ、じゃあその北海道行った時もみんな、はい、あ、一生懸命その格好できたんだ。そう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 。へえ、はい、あ、じゃあみんながいじってることとか、そのなんかバカにしてることも気づいてないってことなんですね。いや、そんなことないです。これがもう本当のもういじられキャラっていうか、なんかいじられてる、まあいじられてるんですかねいじられてるんですよ。でもただやっぱプラスになってますよね。で、制服をいじられる、制服を着ていじられてることを良しとしてるって。はい、良しとしてますね、はい。あ、じゃあ吉村やらバカ野郎って言ってるってことなんですね。いや、そうですかね吉村屋さんのおかげで今できてる素晴らしいお店ってことですね。いや、そういうわけじゃない。いや、そういうことでいいじゃん別に、はい、10分経ちました。はい、終了え、仕込みじゃないですよね、さっきの。いや、ね、仕込みじゃないハプニングということで、ハプニングということで。じゃあ、第2回戦、ディベートの、結果は勝者ひろゆきさんで。あ、そうですか。ありがとうございます。ってことはもう明日からあの普通の格好するってことですか。いや、そんなことできないですなんか僕が今日持ってきた服とか貸すの。いや、だいだい多分サイズが合わないと思うんでということで、じゃあ本日の、ね、感想ですね、こちらの方、じゃあひろゆきさんから一言。あの、僕が今までこうディベートしてきたいろんなあの政治家の人とかいるんですけど、あの一番強敵でしたねはい、あの、だからこれからもあのラーメン屋頑張ってください、はい、じゃあ大将の方、一言お願いします。ラーメンといえば西山屋アリスそういうことじゃないと思うんです今回のディベートのディベートですか、はい、一言で感想。あの、宿に来たんですよ。あ、宿に来て、はい、はい、やっぱさすがですね。もう、あの、2チャンネルの矢野幸さん、幸平さん、矢野幸さん、ひろゆきさん、あ、ひろゆきさん、やっぱひろゆきさんにそっくりですよね。ですね、本当にもうそっくりです。ガリベンの矢野さん、知ってます？知ってますよ、もちろん。あの、はい、上田さんとかもやってます。はい、上田さんもね。あと、あの、何言ってるか分かんないんです。あー、富澤さん、すごい、富澤さん、そうですね。そうそう、今日は本当、はい、矢野幸さんでやってもらって、はい、本当ありがたいです。でしたわざわざ北沢まで来てくれたんですよ。はい、本当ね、本当。今日は僕のためにアリスアリスじゃあ、閉めますか。はい、ラーメンといえば西山屋アリスアリスアリス。